森さんこんにちは、キヨキヨです。そしてウチューさん、水木よです。ようこそいらっしゃいました、我が家へ。ありがとうございます。やっとですね。そうですね、前はなんか居酒屋みたいなところで水木よさんと一緒に動画撮らせてもらいまして、はい、まあそれが前々回、はい、で前回は通話でどっちが強いんだっていう、ね、動画前編後編で出しました。そして3回目ついに待望の実写コラボでございます。ニセキヨさんのチャンネルでもクラロワのコラボだったりとか、あとはまあ実写でのね、そうですね、コラボ動画上がっておりますんでね、ぜひともそちら見てみてください。で今日ですね、ニセキヨさんとやりたいのが、はい、まあ、言ってもなんか別にニセとかじゃないじゃないですか、もはやもはやもうキヨキヨ二人ですよ。いやダメっすね。ダメっすね。完全にファンの人に余裕で叩かれる。ニセでニセでお願いします。ニセでお願いします。まあでもね、やっぱ僕ら言ってもなんか似てるじゃないですか。まあ名前も似てますし、まあ、そうっすね、名前似てますし、で年も一緒ですし、年も一緒ですし、なんかテンションもなんか似てるしみたいな。でまあ髪色も入れ替わってるし。前ね、前金髪だったのになんか黒にもなっちゃって、僕いきなり金髪になってさ。そうです、入れ替わってるんですよ。入れ替わり、はい、なので今回はですね、なんかなので今回はそのなのでっていう理由が全く接続詞として違うんですけど、英語禁止クラブはやってきたと思います。はい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 、全くなのでではない。似てるからとか何も関係ないから。今日なんですけれども、はいはいはい、もう言ったら結構ガチバトルはやってきてるんで、やっぱその YouTuber 的な強さも必要なわけですよ。はいはいはい、任してくださいと。YouTuber 的な強さは、任してくれ。その、なんですか、はい、英語禁止だったりとか、その特殊ルールで勝てるのかっていうのが重要ですんでね。はいはい、まあ余裕っすね。今日は英語禁止くれるわ。はいはいはい、じゃあもうデッキは決まりましたか。まあオッケーですね。言うて、まあ言うても言うてんチャースですか。言うてんチャース、言うてんチャースですね。キヨキヨ選手はですね、こちらのデッキを使いたいと思っております。はい、英語禁止なんで、はい、こうドズルさんとやっててあるあるなのが、はい、なんだろうな、オッケーって言っちゃったりとか。なんか日本語英語ってあるじゃないですか。はいはい、オッケーってだって僕ら英語として使ってないじゃないですか。もはや日本語で使ってるんで、だからそういうのも NG ですし。俺言ってまいっすやな。普通にラバハウンドとかもおそらくアウトですし、普通にバルキリーとか言ってまいっす。アウトアウト、もう一瞬でアウトですから。もうそこはやっぱ YouTuber 力必要なんでね。それでは戦っていきたいと思います。それではどうぞ。なんすか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 、企んでいきましょう、いきましょう。それではしました、さあよろしくお願いします。お願いします。こうまあ英語禁止って言ってますけど、はいはい、でもプレイもやっぱ重要なんで、実はよろしくと、よろしくと。さあさあ、あ、待って、まあ、もう始まってますからね。やばいやばい。そうですね、そうですね。やばいって大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、大丈夫。よろしく。さあ、さあ、さあ。これね、お姉さん、お姉さん。おのお姉さん。おねえくんね。おのお姉さん、言っといて。行ってこい、ちくわ。ちくわ行ってこい。まあ、大工のお兄さんあたり、大工のお兄さんあたり言っといて。大工なんだ、こいつ。オッケー。あー、行っちゃった。この、格子のおじさん、大砲で、大砲、ちくわか、ちくわか。アイス氷おじさん出しとけば。アイスダメや。アイスダメ。氷おじさんですね、氷おじさん。氷おじさん。強いね、氷おじさん。そして、木。木ですね。これ、こちら木ですね。よし、じゃあね。食堂のおばさん出して、食堂のおばさん出して、はいはいはい。そう、食堂のおばさん。難しい。難しいですね、これね。食堂のおばさんの前に。食堂のおばさん、ちょっと強そうですね。ちょっとトイレの掃除おじさんね、トイレの掃除。あ、トイレもダメだ。もう、おのお姉さん。おの使いのお姉さん。おの使いのお姉さん出しといて。ちくわ2号。はい、ちくわ2号いけ、ちくわ2号。じゃあ、ちくわ3号いかしてもらおうかな。ちくわ3号いかしてもらって。わろた。あ、わろたもダメだよ。わかんないけど。どうしよう。じゃあ、ここ謎だ、ここ謎だ。まあまあまあ、様子見で、鳥三体。鳥三体行っといて、とりあえず。鳥三体。鳥三体行かしてもらって。まあ、ここ一旦様子見で、そうだね、こう、はい、野球部のキャッチャーね、野球部のキャッチャー。野球部のキャッチャー。じゃあもう、土掘るお兄さん。土掘るお兄さん。どんどん名前変えていく。そう。どんどん変わっていく。よしよし。オッケー、これは何だろうな。まあ、おじさん一旦。おばさん。おじさん、おじさんからのおばさん揃ってからのお姉さんがいないと成立しないでしょと。で、木を流していくと、とりあえず。ちくわ4号、ちくわ4号。とりあえず木流しとけと。僕も一旦木流す。ああ、で、これ、難しいな。木流しといての、はい。あ、でもおじさん入ってる、おじさん入ってる。
もうさ、あるあるでおっさんとかおばさんとかさ、黄色の物体とかなっちゃうんだよね。黄色の物体。はい、大工のお兄さん。これ無視っすね。そして、毒。毒です。毒、毒ね。毒は、よし。で、これあれだな、こう、夜勤のコンビニのおばさん。夜勤のコンビニのすごいですね。まあ、ちくわ4号目。ちくわ8号ですね。ちくわ8号。いっといて、で、ここで、ね、はい。もう、おのお姉さん。おのお姉さん、ね。おのお姉さん出た。おのお姉さん、ね。ドッキー、散らして。あれ、ドッキーいいんじゃない？で、おじさん、おじさんもう一回働いてもらって、あ、いいよ、いいよ、いいよ。え、うまい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 。まあまあまあ、そうなるとですね。キャッチャー、キャッチャー行け、キャッチャー。キャッチャー来たら、ちくわ9号からの。あ、ちくわ9号はまずい。大根兄さん。大根兄さんもやばいぞ、これ。しつつ。これ悩ましい、これ悩ましい。で、その間にしかダメージを。いや、これは一回無視だな。ダメージ言っちゃった。で、おのお姉さんね。おのお姉さん結構安定的な防衛してくれるんで。大工のお兄さん強いな。で、ここで、毒。毒することで、おばあさん、おばあさん嫌がるんですよ。嫌がるんですけど、僕もドッキーね、ドッキー。で、ちくわ。もう一回ちくわ出してあげて、ちくわ何号ですか？ちくわ何号？ちくわ12号です。12号からの、で、ここ来たからの大工のお兄さん、そして鳥三体。あ、そっち鳥三体。この鳥三体がいい仕事してくれるんです。これ、これ、で、やべ、頑張れ、頑張れ。透明おじさんが仕事を果たさない。やばい。まあ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 。まあまあまあ。相当いいですよ。ちくわ。ちくわ。もう全国のちくわ業界から仕事来ないですよ、もう僕ら。終わったっすかね。終わった終わった。僕らちくわ仕事欲しいっす。いや、おもろ、もうね、やっぱあるあるで、はい、でもそのおばさんとかになっちゃう。まあ、そうっすね。でもその、戦いながらやるんで、はいはい、頭使うじゃないですか。はいはい、だからそこでね、なんかあるあるの、なんか、よく使う単語になっちゃうっていうね。難しいっすね。意外と、やると難しい。やると。やる前は、はい、あ、いやいやいや、頑張ったけど、マジで、全然思いつかん、ね。実はむずいっていうね。その、一応ね、その、まあ、これ言うんですけど、ガーグルとか一応まあ、あれ、英語でするとミニオンズ的な。おぉ、表記が表記がそんな感じなんですけど、一応ガーグルってなんか英語的な感じなんで。え、ガーグルっていう単語ありますよ、確か。ありますよね。なんかでも、英語表記にすると変わるんで。ミニオンズなんですね。そこがなんかよくわかんないですけども、まあ一応、そんな雰囲気のやつはとりあえず日本語に変えていくと。鳥3体って言ったんですよ。もう一試合行きたいと思います。さあ、オッケー、オッケー。それでは、第2試合。はい。行きたいと思います。お願いします。お願いします。では、お願いします。お願いします。よろしく。あ、待って、もうダメ。あ、ダメでした。もう、禁止ですよ。はい、行きまーす。さあ、何ですか。まあ、とりあえず、最近暑いんで、氷ね。いた氷。僕パン工場。氷からの、うわー！これ、すごいやつ。すごいやつ。すごいこれ。こう、なんだろうね。なんだろうね。なんだろうね。ダンゴムシ？飛行機、墜落バージョン。飛行機墜落バージョンで。ちょっと怖いな。よし。で、よし、キャッチャーよ。もう、キャッチャー好きだ。ワンピースで出てくるブルック。ワンピースもダメ、ブルックもダメだ。そして、ここで緑の妖精。緑の妖精3体。なんならキヨキヨまで。で、こちら、こちら、これ、なんでしょう、これなんでしょう。これ届かない。いや、無理か。まあまあまあ、このお姉さん。おのお姉さん。おじさん、おじさん。おのお姉さん。おのお姉さん、しっかり働いてもらって。で、こちら、久しぶり。春ババさん。春ババさん出して。春ババさんね。最近ヤクザが危ない。ヤクザも危ないわ。春ババさん出してもらって。ちょっとそうだね。ここドキハル出してドキハルね。で、お姉さん。ドキハル。お姉さん。お姉さん強いな。お姉さん安定ですね。嫌だな、これ。でもちょっと、ここでお姉さん切ってしまうと、次のキャッチャーがしんどい。これ、すっちゃん。すっちゃん。すっちゃん。あ、言っちゃった。じゃあ、こちら、キヨキヨさん3体出していき。いや、ここはもう、竜巻おじさんですね。竜巻おじさん。いいですか？自分をそんなに簡単に処理しちゃって。やかましい。これでも処理しづらい。まあ、骨でしょうね。で、まあ。いや、これ処理しづらい。氷。一旦氷。あ、もうここはエビ？あ。はいはいはい。パン工場出して。じゃあ飛行機ですね。飛行機か。とりあえず飛行機。いや、これ苦しいな。飛行機あるな。うーん、なるほどな。じゃあ一番簡単な、風。風一
ってもらって風のこのな、なんだこのカラーのキヨキヨさんに仕事してもらって、キヨキヨさんはこのドキハルで、ドキハルで、ね、ドキハルで、これな、天使天使はどうしよう、ハルパパさん、ハルパパさん行こう、ハルパパさん、ハルパパさんもうちょい前に出てくるかと思った。ハルパパさんマジ強いから、ハルパパさんもうちょい前に出てくる、ハルパパさんマジ強い、ハルパパさんほんまに強い。パン工場はできないな。で、ここはお姉さんとしっかり合わせていき、ハルパパさんがしっかり攻撃していく。あ、そっちか、はいはいはい。いや、うまい。じゃあ、これ行かしてもらいます。やばいやばい。飛行機行きます、飛行機。飛行機、飛行機、ブイブイ。飛行機行かしてもらって、で、天使ね。天使。で、ハルパパさん。天使で、骨。氷。じゃあ、僕何も喋れてない。何も喋れてない。氷の風。風、僕も言ってもいい。風。で、おのお姉さん。おのお姉さん強い、おのお姉さんが強い、おのお姉さん強い。やめて、お姉さんの、お姉さんの最後はね、キヨキヨさんにやってもらおうかなと思います。キヨキヨさん頑張ってください。キヨキヨさん頑張ってください。はい、キヨキヨさん。ああ、ハルパパさん、ハルパパさん行こう。ハルパパさん行こう。骨行って、骨からハルパパさん行って、で、氷ね、氷行って終わって、ここハルパパさん、ここハルパパさん。ハルパパさんマジで、ハルパパさんダメじゃないですか。カタカナ、カタカナダメでしょ。ハルパパさんは日本人なんで、一応日本、日本なんです。日本語なんですね。日本語です。あれはまた違った、違ったジャンル的な感じなんですけども、ハルパパさん最強説なんで。いやー、そういうことですわ。ということで、ハルパパさん戻ってきてください。ハルパパさんと動画撮りますかね、マジで。え？火曜撮るんですか？え？もうす、もう、どう撮りますよ。あざですか？あ、そうっす。撮ります。撮るんですよ。いつ、火曜のいつぐらいですか？ドキハル、ドキハル撮るんですよ。昼ぐらいから撮ります。言っててください。あの、小屋コードやってないですけど、あの、ハルパパさんの小屋コードの動画全部見てます。これガチっす、これガチっす。これガチ、嘘と思うでしょ。これガチっす。マジで見てて、あの、その、ハルパパさん単体の小屋コードは見てないですよ。ああ、その、ヤクザさんと、ケイゴさん。あれは、あれはマジで面白い。やってなくても、普通に、自分、小屋コードとして見てないんですよ。普通になんかラジオ感覚で聞いてる。なるほどなるほど、面白いですね。マジ面白いです。はい、ということで今日はですね、ニセキヨさんと英語禁止バトルやったんですけどね。はいはい、うまい。まあ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 、まあ YouTuber 枠でも YouTuber 枠でも紛らないんでね。そんなニセキヨさんのチャンネル、動画の説明欄にねありますんで、ありがとうございます。見てない方ぜひとも見てみてください。まだチャンネル登録お済みじゃない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただきます。やめてくださいよ。すげえ。最新の動画の通知などが言って見やすくなるかと思いますんで、ぜひと皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてこちらおすすめ動画2個ありますんで、これ多分ここら辺かな、ここら辺に2個あるんで、でっこいチャンネルボタンかな。まだ見てないけど、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。